シャルル9世のリアール化、1574年、銀化。ルイ14世のリアール化、1657年、銅化。フランスにおける、リアール、リアールはかつて使われていた貨幣の一つ。銅化とのみ解説されているケースも見られるがこれは末期の姿であり、口実のように銀化、微論化があり形態は時代ごとに異なった。 書出は1439年でこの時は銀貨であり、サンドゥニエの価値があると定められていた。アンリ2世の時代にも重量は1 0 5ムで、金179、1000という銀貨であった。シャルル9世の知世でも引き続き鋳造され、時代の1583年にアンリ3世はサンエスプリと呼ばれるタイプのリアール貨を発行した。 これは1578年に創設した同盟のサイエスプリ勲章をかたどった貨幣であったが、理論家であった。ルイ14世が発行したリアールは同化であった。治世中、1654年にはサンドゥニエであった。ものが、1658年にニドゥニエに切り下げられ、1694には再度サンドゥニエの価値に戻された。フランス革命まで存続し、以後は廃止された。 慣用句として、無一文であると表現するとき、フランス語では n、n, a b o ー r パ pawn, riar という用例が見られる。リアールという名前の通貨は、17世紀以降の、リュクサンブール、リエージュ、オーストリア領ネーデルラントの銀貨として、主要通貨たる地位を占めるようになった。ありがとうございます。